バリサン TV! バリサン TV! やってくれてんね。完璧にやってました。あれこうだっけ。いやいや、ちょっとやめてください。ユッティさんね、忘れちゃうんだけど。俺、こうやるときあるんだよね、間違いない。いやいや、ユッティさんユッティさん、これもう訳わかんない。これもなんかかっこいい感じになっちゃう。こっちの方がかっこいいよ。かっこいいけど、バリさんじゃなくなっちゃうから。バリさんにしようってあなたが言ったんだよ。そうかそうか。まあまあまあ。はい。はい、というわけで、今回もサウナ大好き芸人、マグマンペイ君、ゲスト。お願いします。そうだから、はい、そのイベントとかをサウナのイベントとかいっぱいやってて、うん、やっつんとかも好きじゃん、エレッコやついさん、はい、で、あの人 DJ とかもやるじゃない。そうですね。でやるの、 DJ もやってるの、僕はね、その中で僕はやんないんですけど、うん、それこそこの小金湯さんっていう、うん、これね、これ錦糸町にある銭湯さん、うん、これさ、こういうのってさ、やっぱり今出すの、みんなサウナの結構ね、サウナグッズを出してるし、サウナ施設さんが増えて、僕ね、あの刺繍やってんじゃないですか、やってんですよ、はい、普段刺繍を自分たちで、めちゃめちゃ多いのよ、はい、あ、サウナグッズ、グッズだ、サウナ帽に刺繍とか。あ、そうですね、あ、そう、サウナ帽ってあるもんね。そう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 、あのコロナでこう営業ができなくなったんです、うん、あの全国の温泉施設が。そっか。それでもう閉店しなきゃいけないところが続出して、うん、サウナ好きが応援したいっていうので、サウナグッズを施設が作った時にそれを買って応援したんです。あ、そういうことね、はい、でそれでガーッとこう広がったっていう背景が、はい、あるんです。じゃああれとかなかなか買えないさ、で例えば俺ら90年代だったら、例えばさ、うん、なんか AG のパーカー出たけど全然買えなかったわとかさ、バウンティーのトレーナー出たらしいよ、バッと一つもないじゃんみたいな、うんうん、ありますね、そういうのあるのよ。あります、あの本当に発売日に前乗りして深夜まで座って並ぶ人とか、裏原宿じゃん、もう本当名店です、超名店です。だからもう本当エイプのあの、ああいう感じだ、あんな感じですよ。え、ちなみにこれじゃあめちゃめちゃこれも人気ですね、うん、これはもちろん売ってますけど、うん、でもこの色は、うん、あのもうないです。そういうのあんだね、おもろ、プレミアついてるな。だからあのサウナガチ勢から、メルカリとかちょっと見たらさ、うん、売ってたりするの。あ、そうだよ。これはね、もうでも1着しか作ってなくて、これあのやばいじゃん、あの小金井さんのママにあのおかみさんにいただいたんで。いやだからもう本当にエイプで二号さんにいただいたから、あ、でもすごいです。だからツイッターで時々、あれ万平さんなんであれ黒持ってんだ、普段は白、普段は白ですね。あ、じゃあそれすごいね、すごい。え、他にもそういうグッズあるのとかあります。あの他のサウナ施設もなんか、うん、出してんだよね、新色のサウナハットとか。あ、そうか、それ結構な割合で出してくの、トントン、はい、まあ温浴施設さんにも夏に T シャツ出してくる。そうですね、そうですね。あとタオルに刺繍とか、うん、ああ、そうですね、刺繍も多いですよね、でも可愛いし。そうそうそう、タオルは持ちやすいもんね、うん、あ、持ちやすいですね。やっぱこの T シャツとかでやっぱそうなんだね、グッズはそうですね、並ぶんだ。だから90年代のまあアッパーね、洋服のカルチャーと似てますよ、ね、そういう系は並ぶんだね。並びます。じゃあ有名な人がいるんだね。じゃあさっきのママさんじゃないけど、有名の、いや有名な、要は温浴施設ですよ ね、 そ、 うね、そこを応援したいから、そのTシャツを買いたいっていう人がいっぱいいるわけだよね。でもまあそこのなんだろう、施設のロゴ、これがロゴなんですけど、ああそういうことね、まあ、要はこれがブランドロゴなんで、この今後ろの、これね、これがロゴなんですよ。あ、これ小金井すごい、ホテイみたいな、うん、こういうのをやっぱ応援したい。結構おしゃれじゃないですか。でもいや、おしゃれよ、あの銭湯のね、グッズにしては。だからやっぱこういうプラン、なんだろう、ロゴとかデザイン性も結構今こう伸びてる、そうか、より着やすくなってるよね、はい、そうなんです。それ、万平のはないの、うん、それこそ万平も出したらめっちゃ売れるんじゃないの。万平もあります。いやっぱあん、はい、何出してるの。マグオーネっていうブランドを、あ、やってんのね。やってます、ね、で、ロンティーとか、はい、やってます。それはやっぱ売れるんですか。好きな人は、はい、買ってくださったり。それ通販で、時代に逆行して、うん、今手売り、あ、だから合わないとっていうか、あ、そうですね、あのイベント、それもいいよね、プレミアだね、うん、いや作る金がなさすぎて、もうちょっとずつしか作れないんですよ、自転車操業で。なんでそれ受注すればいいよ、例えばツイッターで作りますっていう。ああ、そうですね、そこから作ったらね。あ、なるほど。 そう、うん、それでもう何日に締め切りますって。そうですね、うん、相談になっちゃったいいんですよ、なんだっけ、音楽で、そう、小金湯さんで、うん、これがもともと古い銭湯さんだったんですけど、うん、それをリニューアルオープン、はい、今のおかみさんの代が変わってリニューアルオープンするってなった時に、うん、よく銭湯に番台ってあるじゃないですか。あるね、あ、で、そこにちょっと新しくしようっていうので、
あのビールのサーバー、はい、もうあの最高だね、バルとかに置いてあるよ、うん、こういう金色のね、うん、ああいうそれ中の人が継ぐ、あそうです、でそのままクラフトビール飲めたりとか、すごい、で一番びっくりしたのが匠、まあ、要は DJ のターンテーブル置いてますよ、おで、あのレコードを流せるようにして、うん、あじゃあ本当のターンテーブルだ、そうです、うん、でまあお風呂の浴室も流せるし、うん、スイッチングがついてて、サウナ室でも流せるんですよ、そう、でマイクもついてて、そこでマイクをおしゃべりするとサウナ室の中だけにお届けするとかもできるんですよ、あ浴槽はなしで、それがマンペイのやってるやつ、あで それを最初にリニューアルオープンした時にちょっとここの施設をあの使い方を知ってもらうっていうので僕はイベント最初にやらせていただいて、うん、そこであの後ほどサウナでの、まあ、僕はサウナ番組をやってるんで、うん、そういうのを生ラジオっていうのをサウナ室でやったりとか、あそう後ほどサウナはどこで聞けるの、マグマンペイの後ほどサウナ、あの北陸放送で MRO さんっていう曲なんですよ、本当に俺なんか本当にサウナの外でやってるのかと思って、うん、でもマイク1本でサウナ施設までロケ行ったりとか、あそうなの、はい、でその小金湯さんで、ま、あの DJ をサウナに合いそうな音楽をこうサウナで流すっていうイベント、どんなのが合うの、うん、サウナには例えばさちょっとうるさいのがあってちょっと嫌です、あまあそうですね、どっちかでやっぱ結構リラックスの方に行くんで、リラックスイメージ的には円屋とか、あ円屋とか円屋いいかもしれないですね、ミーシャ、ミーシャ、ミーシャもでもまあまあ、まあ、そうよ、でもちょっとこうアップテンポになっちゃってるかも、まだミーシャでアップテンポか、中島みゆき、あ中島みゆき、あでもエモいですよね、エモきます、恨みますから、あいいですね、でも歌謡曲とかも意外と、あなんかね、銭湯とか、そのだからバラードみたいな、あそうですね、外人だと、どうなんだろう、何があるのかな、やっぱレッチリはレッチリ、あレッチリね、ねえじゃない、合わないよ絶対。合うわけないじゃん、でもあのサウナ室のコーナー熱くなってこうなってる時はテンションを、ね、この上げるためにあの水風呂終わりの外局でファーってなった時のレッチリはちょっと重いですけど、そうかそうか、もうちょっと整いたい、心拍数が上がってる時はレッチリとか、それこそ北欧のなんかメタルとかそういうのもあるんじゃない、あ同じだからフィンランドサウナの本場フィンランドのメタルと、もう完全デメタルのねデスメタルとか、いやちょっと待ってあこうやってあっちいなって言いながらでもやっぱ燃えてくんじゃないそうするとそうですね、こうなるかもしれないですね、いやもう嫌だよ俺そんなサウナ俺好きだけどでもそうなるとミュージックないよ、ミュージックしかなくなってこない、だって例えばだからそういうレッチリとかさ、うんうん、まあ、でも俺もなんかこうやって入ってガッて上げた瞬間にレッチリとか流れてたら、あ こんなん流れてんだはちょっとあるかもしれない、そうですよね、音楽好きはね、大田区の銭湯さんにあのリニューアルオープンしたそこの銭湯さんは、うん、結構サウナ室で使えるめちゃめちゃでかいスピーカーをも設置して、はい、J-POP とか、うん、J-ROCK とかそれこそレッチリとかをガンガンに流してる、でミュージックローリーって言ってて、時間になったらこうサウナ室のストーブにこう水がバーってかかるんですよ、で熱い状況、うん、でそこに合わせて真っ赤の照明つけてライブみたいな感じでレッチリ流してるんですよ、あそうなんだ、そこは結構僕らの世代、そしてまあ先輩方、まあ、あの先輩方40代とかは結構90年代の曲がそこでバコンで流れるので、あ楽しいじゃん、結構楽しかったりするんですよ、じゃあ変なのにモーニング娘。がガーンだから、あそうでしたとか、もう玉子教授田園がバコンで流れる、あ最高ていうかさ、それがあることによってさ、はい、あの我慢できちゃうじゃん、あそうね、そうこの曲聴きたい、次何流れるんだろうって、ね、テレビ見てるよりいいよね、そうです、それ結構人気の、あのいやそこ行ってみたい、ここそれ風呂さんっていう、あの小室さん、ここ風呂、あここ風呂、小室さんやってないですよ、音楽室ここ風呂さん、はい、小室さんはどんだけ間違えてんだいやもう90年代に、まあそうだね、入ってくるね、 TM ネットワーク聞きたいですけどね、うん、流れそうだしね、うん、いやそこいいじゃん、めちゃめちゃぜひ行ってみてください、そこでイベントやればいいじゃん、バリさん、バリさんDJ、 あ、いいんじゃないですか、でもサウナ知らないから、だからサウナは知らないけど音楽だけ、じゃあ僕がサウナの方で入りますよ、そうそうそう、だからあの、うん、マンペイのイベントをそこでやってもらって、うん、俺らがバーターで DJ でやらせてもらう、違うでしょ、どんだけ、ね、構図がおかしいでしょ、バーターでいいんだよ、なんでバーターでやるの、サウナに関しては素人だから、いやだから音楽のイベントやったりじゃないですか、そこでそんなんできるの、多分でまあ、なんか弾き語りの人とか呼んだり、あそうですね、でもちょっと暴れらんないよね、危ないの、モッシュやろうとしますかダメですよ、水風呂前でみんなツルツル滑っちゃって危ないから、いやそんなとこじゃないだろ分かんないけど、ちなみにさ、音楽とか何聴いてた、うん、僕は90年代だと中学生とか、はい、小学生中学生くらいなんですけど、だからそれこそ僕はあの一番最初はやっぱハイスタとか、あやっぱ聴いてたのね、でまあ、あのファイスター入って、うん、もうずっとあのイヤホンでウォークマンで聴いてて、うん、そしてあの中学校1年生になった時に、うん、なんか英
会話なんかね、それも英会話教室っていうよりかは、うん、なんか寺子屋みたいな、あみんなでちょっと英語に、うん、をこう経験しよう、あそうそうそう、うん、地元の保育園でなんか多分留学生の女の子が教えてくれるみたいな教室があったんですよ、うん、でもなんか英会話だけを喋ってる、うん、でそれ終わったらすぐ僕もうハイスターを聞いて当時、うんうん、で帰る時も結構早いね、中1ぐらいでちょっと混ぜてたかもしれないです、すごいね、はい、うん、であの行きも帰りもしょっちゅう聞いてたんですよね、うん、そしたらその英会話の先生、うん、でもねその子も21歳ぐらいの、うん、若い、今考えると今考えると若いお姉さんなんですよ、うん、で留学生でだからがっつり英会話教室じゃないんですけど、その子は何聞いてるのみたいな感じで先生が聞いて、うん、でハイスタンダードっていうの聞いてんなみたいな、うん、で僕らのちょうど中学生ぐらいの1年生の時って誰も聞いてなくて、うんうん、そうだ、ハイスタの話をするのって僕の幼なじみぐらいしかいなかったんですけど、うんうん、えハイスタ知ってるよみたいなって、あその留学生の、はい、うん、で、あじゃあ私あのそういうメロッコアとか好きなら、うんうん、あのいいの焼いてきてあげるよっつって、面白いじゃないですか、そのなんか関係性も、しかも向こうの人が焼いてきてくれる、うん、そうなんですよ、でその次の週にカセットで焼いてきてくれたんですよ、はい、でそれ焼いてカセットを焼いてくる、うん、あ要は CD 録音カセットの時代、まだあカセットの時代です、あカセット、まあ、ウォークマンか、はいウォークマン、でそっからまあ MD に移行したんですけど、あまあ僕お金なかったんでウォークマン聞いてて、うん、でカセットを録音してきてくれたやつがあのファットレックのオムニバス、あノエフとか全部入ってるやつ、はい、でそっから、ノエフに入るんですよね、ノーユース、すごい早いよ、ちょっと正統派だね、うん、あそうですか、もうちゃんと90年代してるじゃん、あ本当ですか、だからもう本当楽しくて、で当時もう昼飯土曜日は弁当買ってこいとかで、うん、それを金を集めて CD 買ってた時代なんで、うん、ファットレックのオムニバスはもう超ありがたかった、安いじゃないですか、ね、安い安い、あれめっちゃ安い、ね、安いのは当時800円ぐらいだったような気がするからね、で安くてこんだけ20何曲入ってるとかもうたまんないから、それ買って勉強してたんですよね、海外のメロコアとか、全然90年代だね、ね、はあ、だ日本も聴いてたじゃん、日本もちょっと海外の方がやっぱり好きやったですかね、海外、まあ、日本もだからそれこそ横山健さんとかそっから追ってたりとかやってましたけど、今は何聴いてるの、今はねだからでも結構お心地いいあのインストのだからサウナ、だからサウナミュージックみたいな、そうですね、強いんだね、うん、心地いいね、いや90年代の、ね、当時はめちゃくちゃお世話になりましたね、だからもうハイスタの VHS とかもう擦り切れるまで聞いて、万平が90年代サウナイベントやればいいんちゃったわでもエモい曲とかね、ラブワゴンとかめちゃくちゃエモい、泣きメロだからね、はい、でもテンポ速いからうるせえなとは思うと心拍差半端ないですもん、そうね、でも我慢できるもんな聞いてる、ね、そうね、俺らはね、だから90年代のおじさんだけのサウナイベントやるみたいな、あいいじゃん、やってよってバーター全然呼んでる、いやいやいや、バーターだし僕を呼んでくださいよ、いや違うの、主催するのが嫌なんだリスクを負いたくない、なんでですか、万平が集めてくれれば絶対集まるの、うん、サウナのね、でも40代50代のねあのサウナ好きの人でも多分ロックとかでやっぱ育った人とかたくさんいるでしょうから、うんうん、そうね、面白いかもしれないですね、その頃のね聴いてるものをやるっていうね、うん、あいいっすね、いやいいね、面白いね、いろんなサウナがあんだね、え俺さ、例えばさ90年代流れたりとか東京でさ、うん、ここ行ったらいいとおすすめとかある、あそうだ、なんか俺面白いのを聞きたいな、それさっきみたいに90音楽がガンガン流れるんですよ、はいはい、そうですね、だからココフロさん面白いですよってのもし、さっき言った大田区のココフロさん、ね、はい、でここは支店が何店舗かあるんで、うん、ミュージックロウリュっていうのがそのそれぞれの店舗でやってるんでそこいいね、色々調べて、あもうそこのやってる人にの好きなジャンルが流れてたりもするそうそうですね、ここは J-POP が多いぞとか、とかあとこの月は何々でみたいな、なんかそうなんか月間週間みたいな、だから俺らで言う新宿ロフトだね、ああそうだね、でもそうかもしれないです、ね、はい、そのマニアックなロフトシェルターってこうそのロフトシリーズのと一緒だね、そういうことね、とかあとはまあそれこそ小金井さん、錦糸町の小金井さんもレコード流してたそうだね、はい、でスチャダラのメンバーの方がイベントであのレコードでやって、おしゃれやってたりとか、あとは三軒茶屋に駒の湯さんってあるんですけど、あるあるある、もう本当に老舗の銭湯さん、うん、で昔からあるんです、はい、で水風呂もめちゃくちゃ冷えててめちゃくちゃサウナ好きが多いんですけど、うん、そこはね歌謡曲ずっと流してるんですよ、そうなんだからね、めちゃくちゃノスタルジックなさ、やっぱ歌謡曲なんだね、いいですよ、あの、あの、もっと上の世代の先輩方が多分多いんですけど、へえ、いいですよ、
全部嘘さとか流れるのかな。いや流れる可能性あるでしょそれは。でもそっちかな、全部嘘さかな。大きな玉ねぎのスラップでは全部嘘さじゃない。そっちはでもココフロさんの方かもしれないです。ちょっとココフロ俺近いから行ってみようかな。そうだね、ちょっと潜入してみよう。見てこれ行ってみたくなっちゃった、ね、ですよね。あ、だから音楽から入るっていうのもありだ ね, ありだね。まあだからこう今回はちょっと音楽から入るサウナみたいな感じで、はい、まあ、綺麗にまとまりました。はい、というわけで皆さん楽しそうなサウナ探して行ってみてください、はい、というわけで登録いいねよろしくお願いします。バイバーイ。